ランスさん。ベリーズ工房の菅谷梨紗子さんは、携帯の電話帳にメンバーの熊谷さんをユッケ、清水さんをハムスターというように、メンバーをそれぞれのあだ名で登録しているようですが、嗣永さんの登録名を忘れてしまい連絡できなかったことがあるそうです。皆さんはメンバーをどのように登録していますかということです。なんかでも私、もう一番初めの初期のニックネームがミューミューだったのよ。あ、そうだね。で、ミューミューって言ってたから、ミユだと思われてて。若月ミユ。でしょ、そう、ミサミサも思ってたらしくて、未だに私の電話帳登録が若月ミユになってるらしくて。そう、変えろよ。そうそうそう、変えてよって感じなんだけど。そう、なんか、それで結構私のことをミユだと、初期思ってた子が多かったみたいで。へー。そう、だから電話帳ミユのままの子が多いらしい、という噂を聞きました。みんな変えてね。確かに。めっちゃ関係ない話していい？なんで、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 ここで関係なく、ここで関係ないでしょ。ね、小学生かね、中学生の時に、なんかめっちゃ、社会の歴史上人物、歴史上人物みたいにいいじゃん。紫式部とか、なんかいろいろいいじゃん。それに変えてたの、あの友達の名前を。なんで、なんで、かわいそうに。流行ってたのよ、それが。流行ってたの？学校で、クラスの中で。流行ってやったの。誰が誰か分かんなくなって一回全部消した。覚えがある。さすがはまあ。やばくない？すごいね。面白いな。それは関係なさすぎてびっくりだわ。本当に、すごい面白いね。かわごさんは？かわごさんは、だって独特なあだ名つけるやん。いや、待って待って、電話帳につけないでしょ。あ、つけないの？電話帳にはつけないでしょ。でも、なんか、不思議だなって思ったのは、まっつんだっけ？なんか、まっつんのさ、名前おかしくない？なんか、メアドを交換した時になんか、すごいね、めっちゃ長いの、名前が。ああ、自分で登録してるやつが長いんだ。そう。びっくりして、どうしたんだろうと思って。それはあったけど、すぐ変えたから。なんだろう。そうなのね。なんかさ、たまにさ、新しく、メアドとか新しくしましたって来たのを、その別で登録しちゃう？その書き換えじゃなくて、もう一回その子の同じ名前で登録して、なんかその子の名前4つくらいあるとか、あるあるある。どれ本当なのみたいになるっていう結果が結構ある。あるある。だからひな、ワン、ツー、スリーってしてる。あ、そうなの？嘘でしょ？ワンがどれかわかんなくない？うん、いつもわかんなくない。だよね。ダメやん。そう。でもひな、この前ね、電話帳についてすごいね、真剣に考えててね。なんで？なんか、どのタイプかけ？そう、なんか、電話帳を、その変な名前にしようと思ってたの、ちょうど。なんで思っちゃった？なんかね、私、今、中二病っていう、中二病でも声がしたいっていうアニメにハマってて、中二病について調べてる時期なの。何それって、やめてよ。ね、そしたら、なんか、電話帳になんか闇のものとかで入れてる人がいるっていうのを見て、うちもちょっと入れようかなって思って。どんな、どんな興味を持ってるの？そうそうそう。今そういう考えてる時期なの。そう、そういう時期だったの。じゃあまた面白いのできたら言ってね。そう、言う言う。待ってます。はい。じゃあ続いて。